寺前岩尾は、日本の政治家。日本共産党名誉役員。北海道夕張市出身。京都青年市半学校卒。国鉄機関士を経て、京都府議会議員、衆議院議員を歴任。この間、党中央委員、幹部会委員、国対委員長、常任幹部会委員、両院議員総会会長を歴任。国会では、 衆議院運輸委員会などに属した。1996年10月、第41回衆議院議員総選挙において、小選挙区で9期目の当選を果たす。共産党の小選挙区当選者は寺前の他には、高知一区の山原健次郎のみであり、寺前とヤンバルの二人以外、共産党候補の小選挙区当選議員は、 2014年の第47回衆議院議員総選挙において沖縄一区の赤峰政権まで現れなかった。2000年第42回衆議院議員総選挙に立候補せず政界から引退した。2020年6月6日7時16分、老衰のため京都市内の自宅で死去。94歳没。 寺前岩尾市死去共産衆院議員9期28年94歳。社会地域のニュース京都新聞。京都新聞。2020年6月16日閲覧。寺前岩尾市死去。時時 c ジ m 時ットコム。2020年6月16日閲覧。ありがとうございます。